緊張する。でで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 でここのことを教えてあげるます。ここの人、みんないい人ます。あ、いや、ちょっと組長、いや、先生の顔は怖いけど、あいつ教えるの上手。そう、なんですね。さあ、こっちへどうぞ。あ、スモモのことは、スモモパイセンと。あ、はい。ちょっと、スモモちゃん、何やってるのよ。ひまりはどうしたの？うそやね。ママは熱出してダウン。ええー、一人で来たの？おい、スモモ一度ママ友の付き合いってものをやってみたかった。な、新入り。あ、はい。なあじゃないわよ。新人さん混乱してるじゃない。あ、私はあやねって言います。私は、みつきです。よろしくお願いします。おう、よろしくしてあります。なんでそんなに偉そうなのよ。スマモは偉そうなママ友のパイセンごっこしているから。何それ。おい、そろそろ始めるぞ。おお、あんたがみつきさんか。よろしくな。俺がこの料理教室の先生だ。あ、よろしくお願いします。そんな固くなることね、何でも教えてやるから。なんでスモモがいるんだよ。スモモパイセンだからだよ。わけわかんねえ。ひまりが熱を出して代打できたらしいです。本当にわけわかんねえよ。こんなんでびっくりしてるなんて肝玉ちせえな。まだまだまーす。てめえ。まさむねさん、どうどうど。みつきさん引いてるから。ああ、すまねえな。どまいます。スモモのせいだ。小学生のせいにするとか、どんだけます。抑えて、抑えて。やべえ、おもれおもちゃ見つけた。スモモちゃん、おいたが過ぎるとさすがにお説教するからね。スモモはいい子、とてもいい子な、みつき。はあ、うん、この料理教室大丈夫かな。心配。でも入会金ももう払っちゃったし。あ、私はみつき、32歳の OL。 旦那のひろしと娘のかなと3人暮らし。料理教室に通い始めた理由、それは。ただいま。遅くなっちゃってごめんね。お母さんおかえり。ねえお母さん、お腹すいたよ。え、まだ食べてなかったの？うん。どうして？お父さん忙しいって言って作ってくれなかったの。え、うちの旦那が専業主婦、私が稼いで家のことは旦那がやってくれているはずなんだけど。ちょっとひろし、ひろし。お父さんならずっと2階のお部屋にいるよ。2階の部屋に？何してるのかしら。そして私が2階に行くと、はぁ、一段落ついたぜ。ヒロシ。お、なんだミツキ、帰ってたのか。うん。それよりさ、なんでまだカナはご飯食べてないの？ああ、仕事で忙しかったんだよ。え、仕事？うん。いや、ヒロシは専業主婦でしょ。ああ、専業主婦は卒業したんだよ。卒業？うん、俺ずっとブログ書いてたじゃん。ああ、趣味で書いてたっけ。それに広告がついて、やっと金稼げるようになったんだよ。アフィリエイトで。そう。なんだよ、もっと喜んでくれよ。これで一流ブロガーの仲間入りなんだぜ。それと、カナのご飯食べさせてない理由と何が関係あるの？だから、仕事で忙しかったんだからしょうがねえじゃん。お前だって仕事で忙しいから、カナにご飯作れないんだろ。いや、それはそうだけど、夫婦で決めたことじゃない。家事はあなた、私は仕事って。大企業勤めだからってすぐそうやってマウント。いや、マウントなんかじゃないよ。は？マウントだろ。もういいよ、カナがかわいそうだから私カナとご飯食べてくるから。あっそ、俺はその間にもうちょっとブログ書いちゃうかな。こんなことがあったわけ。この日からヒロシはどんどん家事をやらなくなっていった。ねえ、あ、私仕事を辞めていい？それかパートにする。は？何言ってんの。このままじゃカナのことを見れないじゃん。
あなたが家のことをやってくれないなら私がやるしかないでしょ。そこは工夫してどうにかしろよ。やめたら生活できなくなるだろう。いくらなの？ブログでの収入は。は？なんでそんなこと言わなきゃいけないんだよ。だってブログで生活できるのなら私が働く必要はないじゃない。無理だよ。どうして？生活できるほど稼いでない。いくらなの？30。え？30万？それなら私がパートでもすれば余裕持って生活できるって。家族3人で暮らしていくなら私仕事辞めるね。ええ。え？だから30円だっての。はあ？これからなんだよ。俺はこれからなの。ちょっと待ってよ。もうこの話は終わり。この後私が何度話そうとしてもヒロシからは無視された。お母さん。あ、ご飯だよね。今作るから待ってて。本当にこれどうしていこうか。このままじゃカナが。はい、お待たせ。できたよ。うわー、おいしそう。いただきます。仕事で疲れてたけど、そう言ってもらえると嬉しいな。あ、カナちょっとお腹いっぱいになっちゃった。給食おかわりしたからかな。え、もういいの？ごちそうさま、美味しかったよ。カナ、宿題してくるね。どうしたんだろう、カナ。いつもはたくさん食べてるのに。ああ、何、飯作ったの？ちょうどいいや、小腹空いてたし。あ、ちょっとカナのなんだから食べないでよ。べ、まず。え？カナ、これ残したろ。あ、うん。そりゃそうだよ、いつも俺の美味しい飯食べてたんだから。これは食えねえよな。ああ、コンビニで飯でも買ってくるかな。そうか、まずかったのか。ヒロシの前の職業は料理人。一番の理由は私の方がだいぶ給料が多かったからだけど、そのこともあって専業主婦にヒロシがなったんだよな。ヒロシのご飯を食べてたんだ。そりゃ私のご飯なんて。それに私料理苦手だし。カナ、ごめんね。ん？何が？お母さん、ご飯美味しくなかったでしょ。あ、いや、情けない。こんな幼い子に気を使わせるなんて。無理しなくていいのよ、お母さん料理の練習するから。え？料理の練習？うん、カナに美味しく食べてもらえるように。上手になるまではお弁当屋さんで買ったりするかもだけど、ちょっと待ってて。絶対カナに美味しいって思ってもらえるものを作るから。うん、楽しみにしてるね。うん、頑張るしかない。とにかく家事と仕事を両立させよう。ヒロシにはもう頼れないから、カナに辛い思いをさせないためにも。それから私は仕事を家に持ち帰ったりしてなんとか両立できている。ほとんど寝る時間はないけど、人間やればできるもんね。そして休みの日にはこうして料理教室に通うことにしたんだ。先生、ここはどうすればいいですか？おお、ここはこうするといいぞ。なるほどですね、ありがとうございます。やる気満々ですね。はい、私料理下手なので娘のために頑張りたいんです。いい志じゃねえか、スモモパイセン応援してるぞ。ありがとうございます、スモモパイセン。あ、ここは。それはこれ。お、そうなんですね。ちょっとスモモちゃん、適当なこと。え、どうしたの、正宗くん。合ってる。なんで？見てりゃわかる、見て盗むってやつだ。すごすぎる、さすがひまりの娘。早く早く上手くなって、カナに。できました。おお、できたか。よし、食べてみよう。ああ、お、どれどれ。ああ、まあ始めたばかりだからな、これからだ。そうですよ、私も最初は本当に下手だったんですから。おい、あやねのケーキは悪魔的だった。ちょっと、そこまでじゃないでしょ。いや、悪い意味で悪魔的だった。正宗くんまで。私もう一回作ります。いや、材料が、それに時間も。今から買ってきます。料理教室の延長料金も払うのでお願いします。本当にやる気がすげえな。はい、わかった、
材料はうちの若い者に用意させる。金はいらねえよ。とことん教えてやるよ。ありがとうございます。危ないまし、まさむね、見つけよう。え、あ、大丈夫か。え、何がです？って、なんで私、先生に支えられてるの？倒れたんだよ。倒れた？今医者を呼ぶ。あ、いや、大丈夫ですよ。大丈夫なわけねえだろ。倒れたんだぞ、てめえは。そうですよ、安静にしててください。安心しろ、一流の医者を呼んでやるから。数分後。どうだ先生、これは。これは疲労と睡眠不足ですね。ほとんど寝てないんじゃないですか？あ、いや。そうなのか。はい。あのな、美味しい料理ってのは作るやつが健康じゃないと作れないんだよ。体が基本なんだ。今日は帰って休め。うん、私も送りますよ。シュモもパイセンも。いや、ダメです。え？私、帰りません。お願いです、お願いだから教えてください。カナに、カナに美味しいご飯を食べさせてあげたいんです。どうしてそこまで必死なんだ。何か訳があるんですか？はい、今日初めて会った人たちにこんなことを話すのはあれですが、実はこのまま返されるわけにはいかない。こんなこと話したくなかったけど、私は家の状況を話して何とか先生に料理を教えてもらおうとした。お前、それは人間の体は。バカモン。え？え？スモモちゃん？なん、スモモはスモモパイセン。人間の体は一つしかねえ。仕事も家事も子育ても全部やるなんて無理まし。そうだぞ、お前のその一つの。ミツキのその一つの体が壊れたら誰が悲しむますか？誰が悲しむ？娘が。娘が悲しむだろうに。娘にとってママって役割をできるのはミツキしかいないます。仕事も家事も他のやつができる。だけどママはミツキしかいないます。全部言われた。スモモちゃん、何そのセリフ。パパがママが無理しようとしたとき言ってた。ああ、イオリさんが。まあ、スモモの言う通りだ。時間には限りがある。できることにも限りがある。てめえ一人で抱えようとするな。はい。でも辛かっただろ。よく頑張ったな。大丈夫、俺が何とかしてやるから。スモモパイセンもな。もちろん私も。ありがとう、ありがとうございます。先生たちの言葉で張り詰めていた緊張の糸がプツリと切れ、私は散々泣いた後その場で寝てしまった。その日の夜。あー、ママ。ん？今日のご飯美味しいよ。そう、よかった。あー、お前料理教室通い始めたんだっけ？うん。どうせまず。おー、なかなかうまいじゃん。へえ、これならご飯作らせてもいいかもな。は？何それ。おっと、仕事しないと。ヒロシのことも考えないとな。この状況が続くようなら。それからしばらく時が経ったが、ヒロシの態度は良くなるどころか、だんだんと悪化していった。ブログすらやらなくなってしまったんだ。そんなある日のこと、今日は私が珍しく土曜日に仕事の休みが取れた。いつまでそうしてるの？最近ブログも書いてないんでしょ。いい加減にしてくれない？そろそろ愛想を尽かすわよ。あ、え、何？いや、ごめん、最近ブログ書かないんじゃなくて書けないんだよね。書けない？かなり体調が悪くて余命半年かもしれない。何それ。だから仕事休んでんだよ。とりあえずおかゆとスポドリ10秒で出せ。余命宣告された旦那のお願いだぞ。早くしろよ。本当に信じられない。絶対に奇病だ。ん？ヒロシのブログが更新されてる？実は更新されるとメールが届くようになってるんだよね。そこには衝撃の内容が書かれていた。そして。おい、早くしろっての。旦那様が病で苦しんでるんだぞ。うん、わかった。
絶対に許さない。はい。おっせえよ、遅すぎて寿命が縮むところだったぜ。よし、じゃあ食ってやるかな。え、冷った。は、何これ。スポドリとおかゆ。ざけんじゃねえよ、なんでおかゆの中にスポドリ入れて持ってきてんだよ。これ何。は、ブログの記事。お前読んでたのか。更新されたブログには、嫁が最近料理うまくなったし、家事も完璧、給料もめちゃくちゃいいし、これ一生紐として生きていけんじゃね。とりあえず余命半年って設定にして、同情誘って一生尽くさせる。ああ、半年ごとに余命伸ばしてくけど、あいつ頭悪いからバレねえだろ。これから35歳子持ちの紐生活楽しみにしてくれよな、と書いてあったんだ。これを見て私はさすがにプッツンきた。私がどんな気持ちで仕事と家事、子育てを両立してきたと思ってるんだ。なに、これ見てそんなことしたってわけ。チッ、これもブログに書いてやるからな。はい、どこっと。お、あれ、めっちゃバズってる。えはぁ、やっぱりネタが良かったんだな。ねえ、なんだよ。あ、収益は全部俺のお小遣いだからな。なんで見られてると思う。は、それは俺のネタ選びが。今ママ友のあやねさんから連絡が来たんだけど、 SNS で大炎上してるってよ。は、はしかも実名出してやってたみたいだから、簡単に特定されてるわね。嘘だろ。本当よ。ああ、有名人になっちゃったわね。悪い意味で。これじゃあ就職も難しいでしょうね。就職？何言ってんだ。よくよく考えてみたら、別に俺ブロガーだし、世間に何言われようがいいじゃん。これ見てもそんなこと言える？あ、なんだその紙。離婚届。ええ。冗談だろ。本気よ。おい、待ってくれよ。待つわけないでしょ。あ、いや、ごめん、ちゃんと主婦するからな。美味しい料理食わせてやるからさ。もういいわよ、あなたより美味しい料理食べれてるし。は、料理人のお前が俺より美味しい料理なんて。私じゃないわよ。は、ウワイーツでご飯は頼んでるのよ。ウワイーツ、何それ。私の料理教室の先生が始めた宅食サービスよ。は、宅食。元一流シェフの先生の栄養満点の料理が毎日食べられるの。ほら、あなたなんていらないでしょ。最近ご飯が美味しくなったのはそれのおかげ。なんだそれ。ほら、さっさと書いて出てってよ。ああ、もちろん養育費はもらうからね。お願いだ、お願いだ、許してくれ。その後も何度も謝ってきたが、さすがに私は許せず、ヒロシを追い出した。こうしてヒロシとは離婚。そして、家を追い出されたヒロシはというと。なんだ、余裕じゃん。そういえばあの炎上ブログで儲けた金があったわ。これでしばらく遊んで暮らせるな。養育費なんか払うかっつーな。よう。は？なんだあんた。ウワイーツの料金の取り立てに来たぜ。は？これからのウワイーツの料金と、養育費合わせて5000万。きっちり払ってもらうからな。何をおっしゃってるんですか。そんなの払えるわけ。払うんだよ。噂組が直々に取り立てに来てやってんだから払え。噂組？なんで噂組が。そんなことどうでもいいだろ。早く払えや。あ、いや、ご存知かもしれませんが、私就職は難しくて。大丈夫、てめえにはこれから一日いろんなジャンルのブログ1万記事書かせてやる。俺がやってるブログとか書かせてやるからよ。それだけ書けばいくらかにはなるだろ。死ぬ気でやりやがれ。1万記事なんて無理。じゃあバラして売るか。やります、やりますから。こうしてヒロシは噂組に1日23時間ブログを書かされているとか、手の皮はすりむけ恐ろしいことになっているそう。想像するだけで痛い。ちなみに実は先生が噂組の組長だったんだよね。道理で顔が怖いわけだ。ブログを拡散したのも噂組の仕業だとか。先生、本当にありがとうございました。何がだよ。宅食を始めてくださったり、いろいろしてくれて、その後噂組で家事代行サービスとかいろいろ始めてくれたんだよね。え、あ、どうしたんですか。どまいましゃむね。明日があるサイスがある。うるせえ。
政宗くん、美月さんを助ける案を思いつかなくて悩んでた時に、すももちゃんが飯届けてやればいいじゃねえか、それだけでもだいぶ楽になる、掃除代わりにやってやったりするますって。そうだったんですね。すももパイセンもありがとうございます。うえ、パイセンだから当たり前。でもあれだ、いろんな人やものを頼ります。ないろんな人やもの、うえ、得て増えてがあったり、家庭の状況はそれぞれ違う。だから自分に合った生き方を探すべし。こうしなきゃいけないなんてね、娘のためにもな。すももちゃん、また全部言われた。のんまい、政宗くん。そうだね、自分に合った生き方を探さないとね。でも皆さんのおかげでだいぶ楽になった。かなとの時間も作れてるし、仕事と育児を両立できてる。今日のご飯はお母さんが作ったんだよ。そうなの？うん、食べてみて。うん、どう？あ、おいしい。すごい、お母さん上手。ねえ、かなにも作り方教えて。じゃあ明日一緒に料理作ろっか。うん、楽しみ。